ちは、ウェディングコートのラナです。今日は私たちインテリアショップ店員のお気に入りのドラマのセッティング、ドラマに出てきた部屋についてご紹介とお話をしていきたいと思います。1人2つずつ部屋の写真を用意してきているので、それをお互いにと皆さんにシェアし合ってシェアしていきたいと思います。まだどんな部屋を2人が選んだのかはみんな私もみんなお互いに知らないので、なんか楽しみです。それでは2人を呼んで早速動画を始めたいと思います。レッツゴー。アメリカのネットフリックスに載ってるショーから撮ってきたんですけど、まあ、その話は、まあ、5人とか6人の女の子たちが主役になった映画のお話なんですけど、アメリカ留学中にホストシスターとずっと一個ずつ見てて、なんかサスペンスだけど可愛いし、誰のお部屋も出てくるたびにわーってなるぐらいの可愛さで、ずっとこの部屋いいっていうのをホストシスターとかとも話してました。まずこのお部屋、今映ってるお部屋がこのお部屋なんですけど、これですね。これがスペンサーっていう女の子のお部屋 でスペンサーはなんか頭良くて、もう成績も優秀で、なんか何でもできるタイプの子で、アンティークなパターンで地方フレンチのコルテージみたいな雰囲気とモダンスタイルがミックスされたみたいな感じのお部屋になってるのがすごく可愛いなと思ったポイントです。なんか小物とかこのランプとかフォト系とかもなんか全部可愛くて、このベッドのシーツとかも全部可愛いのがベッドルームです。そう、ベッドルームです。ジェニファー系なんだ。あ、そうそうそう、なんかうちの家具にもありそうななんかテイスト、結構そのやっぱり海外のものだから、うちに輸入家具だから、それになんか寄せやすい。だから海外の、ね、今なんか自粛期間中でネットフリックス見てるよとかいう人にはめっちゃおすすめしたいです。見てほしいし、家具も見てほしいです。ドラマが面白い。ドラマめっちゃ面白い。でもなんか若い子向け、結構ティーネイジャー向けのあれだから、ちょっとあの愛の不時着とか。1つ目の部屋はそんな感じで、2つ目の部屋がこちらのお部屋です。これもなんかプリティ系になるんですけど、そのアリソンっていう、まあ、その子がどこにいるかも行方不明な状態になって死んだって思われるんですけど、まあ、その子のお部屋で、あのプリンセス船みたいな雰囲気のお部屋なんですよね。こうピンクと白基調で、まあ、プリンセスみたいな、このここのベッドのこれの部分とか、天蓋がね、そうそうそう、ピンク、フェミニン、ラグジュアリーみたいな感じのイメージです。何、和柄みたいなのが入ってるのがなんかすごく、うん、このここのチェアとか貝殻のチェアとかでもなんかこう置き換えができそうだし、可愛いピローを置いたりして、海外これよね、なんかそういっぱいピローとクッション、私も留学中めっちゃいろいろ置いてました。今も置いてるけど、私の部屋と比較してみて、結構なんか自分の部屋もなんか洋風な感じで、まあ、小さい頃からずっと家具とか、まあ、なんか服とか音楽とかも海外の好きだったから、それにこう合わせたりしてたから、なんかこう結構近しいものもあるけど、おしゃれだけど、なんか全然なんていう、全部 100% もブリブリしてるわけでもないし、なんかシック こうなんて大人っぽい感じもありながら、でもなんか女の子の可愛さはこう集められている2つの部屋だったから、それが紹介したくて、はい、持ってきました。ベベの家具だったらなんかシャンデリアとかホワイトとかピンクとかそういう家具をメインにして、なんかランプとか額とか、あとなんだろう、まあ、なんかちょっとした雑貨とかをこう一緒に置くことによって、こういう部屋は演出しやすいかなと思って。でした。これが私のお気に入りの部屋です。はい、はい。はい、次めぐちゃんの番です。どうぞ。これが好きっていうか、ドラムが好きだった。どこが好きやったんですか。はい、ドラマの良かったところをどうぞどうぞ。チョンケン好き。
み取って、テーブルとソファーこっちで、机はこうでみたいな。だからめぐさんは今引っ越し中らしいんですけど、お部屋の移動中らしいんですけど、移動中ですよね。ありがとう。ありがとう。こんにちは。それはどんな感じにこうセッティング予定なんですか？机買っとっちゃうね。グッドボタン、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。